今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回はダイソーで1100円で売ってるソーラーモバイルバッテリーをご紹介したいと思います。ポイントとしては今までだと550円で売ってたダイソーのものと同じ容量ですので1100円というのは2倍になった感じで割高に感じるんですが、まあそれはソーラー充電の機能がついてるからと考えればいいと思います。したがってソーラー機能自体に550円の価値があるかどうかというところが判断の分かれ目になると思います。したがって1100円出すんだったらこの2倍の1万ミリアンペア時のものが買えますので、ソーラー充電が必要ない場合はそちらの方がいいです。私がこの商品を買った理由は、ひとえに災害時の備えという理由だけです。以前より私のチャンネルでは災害時の備えということで、サバイバルバッグなどの動画をいくつかご紹介してきましたが、中でも飲める生水を自分で作れるのかという動画については、ずっと一定の視聴回数を続けており、公共の防災関連の施設でもご紹介いただいたり、教育機関のチャンネルで私の動画がおすすめで紹介されることも多いようで、そちらからの流入も非常に多くなっています。実際に被災した際に今は水の確保と同じぐらい電気の確保が重要になっていると思います。それは言うまでもなくスマホの普及です。災害用伝言ダイヤルは皆さんご存知でしょうか。時々はね、使い方を確認した方がいいですが、番号は171ですね。大事なことは家族で共通の電話番号を使うということを覚えておかないと、みんなバラバラの携帯を入れたりすると連絡が取れませんので、この番号を使おうというのを決めておく必要があります。171にかけた後は録音か再生を選んだ上で、その家族で共通の電話番号を入れた上でメッセージを確認する、こういうことができないと家族が離れ離れになって連絡が取れないということになりかねませんので、171という番号、そして家族で共有する電話番号、これは定期的に確認するようにしましょう。ただしそうは言っても、スマートフォンがかけようと思ったら充電がなかったとなったら元も子もありません。そこでこのソーラーモバイルバッテリーが活躍します。コンセントからの充電ができない場合においても、これがあれば日光に当てておくことで充電できますので、うまくいけばスマートフォンに繰り返し充電できるわけです。そうした意味で日光での充電がどのぐらい効率的にできるのか、それを確認したいと思ってます。パッケージの注意事項というものを見ますと、気になる記述があります。ソーラー充電は低速のためあくまで補助機能としてご使用くださいとか、ソーラー充電はあくまで補助機能です、本体への充電は基本的にはケーブルで行ってくださいなどのやや逃げと思われる説明書きがあります。そうした意味ではパッケージ表面にはソーラー充電で災害時には大活躍などと書いてますが、これが本当なのかは少し怪しいです。逆に災害時に大活躍する前提で買っておいて、本当に被災した際にこれが使えなかったら、その時受けるショックは計り知れませんので、今のうちにしっかりと検証しておこうと思います。検証方法は悩ましいところなんですけど、一番わかりやすいなと思うのは、一度空にした状態でそこから満充電になるまで日光を何時間ぐらい当てればよいかということで一つは確認しようと思います。また満充電した後、何らかの適切な電気機器をつないでみて何時間ぐらい持つのか、そうしたことを確認してみようと思います。繰り返しますが、1100円払えばこの2倍の電気容量のものが買えますので、ソーラー充電の機能がどの程度使えるのかということによって、この製品はコスパの良い商品にもなれば悪い商品にもなります。そこをしっかり私なりに確認してみたいと思います。はい、まず税込みで価格は1100円、PSE 適合品で色がホワイト、マックスが 5V の 2.1A、それから充電用マイクロ B ケーブル 10cm が付属してます。 5000mAh 時でソーラー充電モバイルバッテリー、高輝度 LED ライトでアウトドアに最適、ソーラー充電で災害時に大活躍、タイプ C ポートが入力、USB-A ポートが出力、それからマイクロ B ポートが入力というふうに書いてます。はい、こちらジャンコードですね。はい、それから特徴というところもね、高輝度 LED ライトが2個搭載、2台同時充電が可能、安全方回路を搭載してます。過充電、過放電、過電流、過熱ショートの保護ですね。製品仕様は容量が 5000mAh 時 3.7V 18.5W 時ですね。
定格容量が 3100mAh、 ソーラー充電は 5.5V の 90mA、 90mA しかソーラー充電はできないので時間かかるということですね。 LED ライト消費電力は 0.3W、 充電時間が約3時間、使用回数は約500回となっています。使用上の注意、ソーラー充電は低速のためあくまで補助機能としてご使用ください。ご使用に際してなんたらかんたら、この辺はちょっと飛ばしますね。廃棄時の注意事項があります。モバイルバッテリーは一般のゴミとして廃棄することができません。本商品を廃棄する際は各自治体の指示に従って廃棄してください。また廃棄できない地域の場合は弊社にて廃棄させていただきます。その際の送料はお客様の負担とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。株式会社 e コアということで、書かれてあります。では開封します。ほうほうほう、なるほど。はい、説明書がまた入ってましたね。基本的には先ほどと同じことが書いているように思われます。 LED 点滅による充電量、電池残量がありますね。で、実際入ってるケーブル、こちらですね。これはタイプ B ですね。したがって C は入ってないですね。はい。で、これが本体です。はい。まあ第一印象ね、ちっちゃいですね。まあコンパクトといえばいいんですけど、ちっちゃいかも。ただ、ダイソーで550円で売ってるやつよりは、なんかね、分厚いイメージですね。550円のやつね、私持ってるんですけど、今行方不明でね、ちょっと出てきたらまた出しますけど、以前、ダイソーで550円で買ったこちらのモバイルバッテリー、比較してみます。形はですね、見てわかる通り長方形だったので、今回は正方形に近くなってます。厚みもですね、以前のものが薄くて、今回のものは 1.5 倍ぐらいの厚さとなってます。ちなみに重さを調べると、以前のものが 103g なのに対して、今回のものは 134g と、いうことで、まあ 30g ほど重たくなっているという状況です。続きまして、こちらの使い方については解説書で分かりにくかったので、ちょっと見ながらね、もう一度おさらいしてみますが、このモバイルバッテリーに充電したいときには、こちらのマイクロ B かタイプ C の小さい端子を使います。で、逆にスマホなどに充電したいときには、この USB-A 端子を利用するということです。充電されている量が確認したいときには、こちらのボタンを短く一度押します。1つついてれば 25%、 2つ目が 50%、 75%、 100% の満充電ということです。で、一番左のライトについては、太陽光などでソーラー充電中には緑につくということになっています。ちなみにもう一度押したら消えるわけではありません。この充電量の目安については、しばらく時間が経ったら勝手に消えるということになっています。続きまして、こちらのボタンを長押しすると、前面にある LED ライト、この2つがつくことになってます。押してみます。はい、こんな感じですね。で、もう一度長押しすると消えます。はい、消えますが、先ほどの充電量を示す表示になってますので、完全に消灯するわけではありません。白い LED なんでね、比較的明るく感じます。はい、撮影用のライトをね、ちょっと消してみますね。こんな感じです。どうでしょうか。まあ、災害時ね、これがあったらね、十分に夜中でもね、足元を照らしながら歩くぐらいのことはできそうな明るさだと思います。それから少し分かりにくかった点の代表としてはこちらですね。各機器への充電方法ということで、スマホなどに充電する場合に、この充電ケーブルを本商品の USB-A またはタイプ C ポートに差し込んで、お手持ちの機器と接続してくださいというふうに書いてます。したがって、この説明書通りだとすれば、このタイプ C ポートからもスマホにつないでスマホを充電できるというふうになってるみたいですけど、それは実際に確認しましたが、できませんでした。あくまでもこのタイプ C はこの本体を充電するための、入力端子ですね、ということですので、この記述は間違っているのではないかと思われます。詳しい方いたら教えてください。
こちらの中に入っていた説明書を見ても、このタイプ C ポートについては本体の充電用と明記されてますので、スマホなどを充電するときにここから使うわけではないと思います。合わせて説明書を見てて非常に気になった点なんですけど、死亡や重傷を負う恐れがある内容ということで明記されているのが、本体に充電しながら同時にお手持ちの機器へ接続しないでくださいとあります。つまりこれはソーラーモバイルバッテリーですから、太陽光で充電できるんですけど、太陽光で充電する状態で他のスマホなどに充電をしてはいけないんだろうかというところについてはちょっと確認ができませんでした。こちらもどなたか詳しい方いたらぜひ教えてください。説明書の通りであるとすれば、このように明るい場所でソーラー充電しながらスマホを充電するということは危険を伴うということになると思います。これがどうなのかについてはメーカーや専門家の方の意見を聞いて正しい使い方をされることをお勧めします。もしソーラー充電しながら他の機器を充電できるのが可能なのだとすれば、このような使い方ができてとても便利だと思っています。今回買ったものを使ってソーラー充電できないタイプのモバイルバッテリーに充電をして、そちらから他の電子機器を充電するという使い方ができれば、電気容量も合計5000、5000の1万で使えますので、古いものも有効に活用できるのではないかと思います。あくまでもこの使い方がいいというふうに書いているわけではありませんので、どなたか詳しい方がいたらこの方法についてもコメントでアドバイスをいただけると助かります。モバイルバッテリーは一般のゴミとして廃棄することができませんが、この e コアに送料を自己負担で送れば処分してくださるそうです。ただし重さが 150g 以下の普通郵便、切手代が210円ほど必要かと思います。ホームページで調べてみると、モバイルバッテリーの回収は JBRC というモバイルバッテリーメーカーなどを会員とする団体で回収していました。こちらのホームページで私の住むエリアについて検索してみますと、家電量販店やホームセンター、イオンなども出てましたので、そちらで無料回収してもらえるみたいです。この点は安心ですね。以前ダイソーで買ったモバイルバッテリーも今回と同じ株式会社 eCore でしたので、こちらも同じように回収してもらえそうです。今後確認したいこととしては、まず日光だけでフル充電するのにどのぐらいの時間がかかるのかということ、ソーラー充電しながら他のスマホなどを充電してはいけないのかということ、ソーラー充電機能のあるモバイルバッテリーを使ってソーラー充電機能のないモバイルバッテリーを充電することが可能なのかということ、そしてタイプ C の端子から本当にスマホなどを充電することができるのかということ、これらについては説明書で少し曖昧な部分が残りましたので、今後確認をしてまた分かり次第動画にしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。